疲れた。ゴッテス部隊は本当に素晴らしい。デビュー戦は未だに忘れられません。全メンバーが揃って初めて向かった作戦は素晴らしかったです。急に何の話だ。ゴッテス部隊と実際に会うのは簡単なことではありませんので、熱狂的ファンの独り言だとお考えください。ま、好きにしな。ではデビュー戦の話に戻りましょう。部隊は奇襲攻撃を仕掛け、大型ラプチャー4機を一息で撃破しました。何をしても勝てなかったラプチャーを何食わぬ顔で全滅させたのです。ラプチャーに勝てるという希望を抱かせてくれました。それから民家防衛戦、もうここで誰も死なせはしない。あれ本当に最高でした。隊長が言ってたよな。単身で要塞一つを焦土化させた。リリス森林戦でラプチャーたちを翻弄し一掃した。ドロシーすごかったな。民間人50名を守りながら、たった一人の死傷者も出さずに脱出した。そう、グレンも最高だったよ。それからあれ、地平線の白い死神、あれが成功するとは思いませんでした。スノーはやればできるんだよ。8キロメートルでしたっけ、狙撃戦を続けた距離。多分な。その時の気分はどうでした。大したことはなかったぞ。あれを倒さないとみんなが死にそうだったんだ。やはりゴッデスは素晴らしいです。それからスターライトブリッジでも。Yeah.